ずやろう日本最高、坂豊です。この動画を見てなるほどねなんて思ってくれたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今年2022年の出生数がですね、今年の1月から10月までに生まれた子どもの数のデータからすると、この12月末まで、になってもですね、推計77万人台になって、日本の少子化がですね、一層こう加速しているということが明らかになった、こんな記事がですね、朝日新聞に出ていました。で、年間出生数がこう80万人台から70万人台に下がるのはですね、政府の推定よりも、11年も早いということの話です。で、今回はこの少子化というものをどうやって食い止めればいいのかということについて、語っていきたいと思います。ちょっとね、内容的にはですね、少しこう、なんていうんですかね、タブーに触るようなところも出てきたりしますけれども、その点ね、あらかじめお伝えしておきます。で、まずこの日本の中でこの少子化にですね、しっかり歯止めをかけた地方自治体があるということを、紹介します。で、これは、岡山県の勝田郡奈義町という、岡山県の中でもですね、北の方、山間部ですね、鳥取県との県境にあるような、そんなところに位置している、田舎町なんですけれども、一人の女性がですね、生涯に産む子どもの見込みの数を示す合計特殊出生率、これが奈義町ではなんと 2.95 に達しているということなんですね。つまり一人の女性が生涯に3人近くの子どもを産むという、こういう話になってるわけです。で、東京都の合計特殊出生率が 1.15 ですからですね、これのね、3倍近い数値になっているということになるわけなんです。で、奈義町においては、その在宅育児支援手当として満7ヶ月時から満4歳時まで、これを、保育園に預けないで自宅でこう養育をしている場合、児童1人につき月額1万5000円を支給してくれるということを行っています。で、高等学校等の、その就学支援としてなんですが、高校生、1人に対してですね、年額13万5000円、これを、留年はダメっていうことで、3年間を限度ということになるんですが、支給をしているということになります。で、18歳になるまではですね、医療機関等で自己負担分というのがありますよね。この自己負担分を奈義町自身がですね、こう負担してくれるという、こういう状態になっていたりもするわけなんですね。で、ワクチン接種についてはですね、予防接種法に定められたものだけでなくて、法定外のおたふく風邪なんかについてもですね、奈義町では全額助成を行って無料で受けられるというようにしています。で、妊娠をね、したくてもできないという、不妊、これを治す治療、それから、妊娠はするんだけれども、その後ね、こううまく成長していくっていうことがなかなかうまくいかないという、この不育治療、これについても、結構出やすいですね、助成が行われてたりします。健康保険から出る出産一時金は現在42万円になっていますよね。今岸田総理があと10万円足そうかなんていう、そういう話をしていたりもしますけれども、奈義町からの出産祝い金として、これはですね、この、健康保険から出てる、この出産一時金とは別に、さらに、上乗せで10万円交付するというような感じのこともやっています。で、それからこのチャイルドシートとかベビーベッドとかベビーカーとか、こういったものっていろいろありますが、これをね、月額100円で貸し出すなんていうこともやっていたりするわけなんですね。で、小中学校の給食費に補助も出していると、教材費も実質無償化しているというような感じのことがあります。で、3LDK の一戸建てにですね、月5万円の家賃で住める若者住宅というものがこう整備されているとか、こんな感じのことが、あるわけなんですね。で、他にもまだまだいろんな制度があるわけなんですが、いっぱいね、出してもちょっと大変だと思うんで、この辺りで止めようと思います。で、要するに子供が生まれることを素晴らしいこととして歓迎し、これを支援するその経済的な仕組みというものがしっかり整ってるっていうのが、これが奈義町だということになるわけなんですね。
で、奈義町はこれにより若い夫婦をですね増やして、過疎に苦しむその状態に対してですね、町全体としてうまくこう立ち向かっていこうという、まあ、こういうあり方で頑張ってるっていうことになるわけです。で、これは町の存続にも関わるだけに非常に真剣にやっているということになるのではないかということです。さて、この奈義町のあり方とこう比較して日本全体のあり方っていうのを考えた場合に、日本は全体としてはどうなのかということなんですよね。でぶっちゃけ言いますが、子供を作ると経済的に損をするようになっているということになりませんかねってことなんです。まあ、そもそもなんですけれども、一人暮らしをしている、あるいはまあ夫婦二人だけの生活をしている、そのことよりも子供がこう増えるということだけでもって、住む家のこの居住面積が広くならなきゃいけないということになりますよね。で、そうすると賃貸にせよですよ、持ち家にせよですね、それだけでも非常に大きな負担になってくるじゃないですか。で、子供を作るっていうことがこの裕福な家庭の贅沢であるっていう、まあ、そういう位置づけであるならば、まあ、今のような支援でも、まあ、ぶっちゃけ構わないということにはなるわけなんですけれども、今後の日本を支えていく若い力が必要だと思っているのであれば、こういう子どもたちへの支援というのは、それは子どもたちへの投資になり、それは将来の日本への投資であるという、こういう位置づけにする必要があるでしょうということなわけです。つまりこの奈義町並みの子どもへの支援というのを全国レベルでね、実施するということが求められているということになるわけです。もちろんこういう話をすればですね、その財源はどうするんだという、こういう声が当然上がってくるということになるかと思います。で、ここでね、きちんとこう着目をすべきことは何かというと、日本での高齢者に対する扱いなんですね。で、一例として見た場合に医療費の負担を考えてみましょう。日本ではこう70歳を超えると医療費の自己負担がそれまでの3割負担から2割負担に減ります。そして75歳の後期高齢者になるとですね、自己負担はさらに小さくなって1割負担になるという状態になっているわけなんですね。で、我が国のその子どもに対する支援というものに、ね、余裕があるという状態になっているんであればですよ、私は高齢者に対して手厚いこう支援を行うということには全く異論はないですけれども、子どもへの支援が決定的に不足している中で高齢者支援がこの手厚くなっているという状態はどうなのかなと、これ変えていくべきではないかなと、まあ、私は思っているわけなんです。で、人の命にですね、軽重をつける、つまりまあ重たい命軽い命というのをこうね考えるというのはこう間違いだという、まあ、理想論というのももちろんあるわけなんですけれども、しかしながらですよ、終末期に近づいている老人の命とこれから人生が始まり社会を担っていくことになる子どもたちの命をですね、同列に扱えるのかっていうのは私はちょっとね疑問に思うわけなんです。で、その老人たちのですね、その自己負担が小さい結果として、その終末医療、終末ケア、こうしたものに対して多額の資源が割かれているというのが今の現状なわけなんですね。もちろんね、お金があるかどうかによってそういうものを望んでいても諦めなければならないっていうのは、まあ、ある意味においては非常に残酷な話だっていうことにはなるでしょう。それをそう思うということがあったとしても全く間違っているということには当然ならないですよね。私もそう思います。しかしながら人間は自分たちが生み出したものを交換することでしかですね、生活ができないわけなんですね。自分たちが生み出したもの以上を消費するっていうことは、これができないようになっているわけなんですよ。そうすると貴重な資源というものをどこに向けるのか、子どもたちに向けるのか老人たちに向けるのかっていうようなことについて、もちろん全面的に子どもたちだけとか全面的に老人たちにだけってわけじゃなくて、まあね、分けるということになるけれども、その中で優先すべきはどっちになるのかっていうのは、これは間違いなく考えなければいけないじゃないですか。で、それは間違いなく子どもたちになるっていうことにならないでしょうか。
したがってですね、まあ老人の医療費は今のその2割負担であるとか1割負担という状態から、まあその現役世代と同じように3割負担というふうにしながらですよ、子どもの医療費はむしろ無償化するくらいのことを私はやるべきではないかと思っていたりするわけなんです。で、高校までですね、この教育と医療がね、これが無償化されるというようなことがあるならば、子どもが欲しい家庭はですね、どんどん子作りして頑張ってくれるんじゃないかなってね、思うわけなんです。もちろん教育の無償化っていうのは、そのいわゆるこの公立の学校を進んでいる時の、まあ、無償化っていうことであってね、その公立ではなくて私立にわざわざね、行きますよと言われたら、まあその差額分というのはそれは払ってもらうということに、まあ、なってくるとは思ってます。ここに加えてですよ、さらに若い夫婦を大量に生み出す仕組みを作ることができたらですね、日本の少子化っていうのは一気に改善するっていうふうに、思えないでしょうか。で、これ秘策があるのって言われた時に、まあ、秘策と言えるかどうかは分かりませんが、私の中には案があります。で、この案はですね、もう男女差別だと、まあ、言われたりもするかもしれないんですけれども、女性が結婚しているならば35歳になるまで毎月3万円程度の手当が出る、こういう仕組みができないかななんてね、思っていたりするわけなんですよ。結婚する前は一切手当がもらえません。でも結婚したら毎月3万円ずつ手当がもらえます。そしてそれは満35歳になるまでは続きますということになれば、早い段階で結婚した方が経済的にメリットがあるっていうことになりますよね。そうすると若いうちに結婚するカップルというのがどんどん増えるんじゃないかってことなんです。まあ、このね、女性だけに与えるっていうのが、それがけしからんというこういう話になるんであれば、まあ、例えばですが、男性と女性がその結婚した時の、2人の年齢を合算してね、70歳になるまで、そこまではそういうことをしてあげるよっていう、まあ、こういう感じのアプローチというのもあるかなと思ったりはします。まあ、とにかくそういうことでもって、若いカップルに対してですね、そういう経済的支援を与え、なるべく若いうちに結婚した方が得なんだという状態にしていくっていうのは、非常に大きな意味があるのではないかということです。まあ、こんな感じでですね、まあ、若いうちから結婚した方が得という仕組みを作り、ね、子供ができても経済的負担が増えないようにできれば、少子化というのは私はね、解決できるんじゃないかなというふうに思っています。そしてこれが今日本が進めるべき政策ではないか、このことを訴えたいと思います。必ずやろう日本最高、浅川豊でした。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよう合わせてお願い申し上げます。